この度の町長選挙に再び立候補いたしました大谷宗吉であります。4年前皆さん方から本当に力強いご支持いただきまして、この4年間調整を担当させていただきました。私はこの4年間の中で皆さん方にお約束をいたしました。公平で公正でそして誠実で思いやりのある政治をさせてください。この思いを胸に4年間政治の基本として私は皆さんと共にある調整を目指して頑張ってまいりました。この気持ちは初心忘れません。合併してから8年経ちました。西部東部という言葉が今でも聞かれます。私は確かに西部の伊那地区であります。町の人口も1万7000人となりまして、大変厳しい状況でありますけれども、私の地元の伊那地区でも1300人台と、そのような厳しい状況にもなっております。しかし東部西部多くの皆様方からご支援をいただいて、今この私は調整を担当させていただいているんです。皆さん方一人一人のそれぞれの思いをしっかりこの胸に留めて、そして調整を担当させていただいております。皆さん方一人一人の考え方はそれぞれ違うわけでありまして、そういう考え方をしっかりと話し合って、そして一つにして南会津町を作っていく、これが調整であります。一人だけの考えで町を思うようにできるわけはありません。町長は皆さん方の考えをしっかり聞いて、地域の状況をしっかり把握して、そしてリーダーシップを取って皆さん方を地域をまとめていく、それが町政であり町長の役割でもあります。私はその思いを毎日毎日の中でしっかり胸に留めて頑張らせていただきました。大きな災害がこの私たちの町国が受けております。そうした中にありまして、もともとあるこの地域の雇用の問題であったり、少子化の問題であったり、高齢化の問題であったり、それからまたまた経済状況、そしてまた農業が厳しい状況に立たされようとしております。私もこれまで町長に就任する前、40年間農業をやってまいりました。農家の大変さ、厳しさ、経営の大変さ、自分自身の気持ちの中にもしっかりあります。そしてまた私も町長に就任する前に6年間の議員やらせていただきました。しかしその前は村民として町民として行政を見つめてまいりました。その時の思いもしっかりと胸に刻んで、町民の思いと、それから行政を預かる側になっての思いと、調整を図りながらこの政治を担当していかなければならないと、そのように考えております。政治は一方的な話では成り立ちません。いろいろなものが、いろいろなものが加味されて、そして社会を形成していくんです。困っている人、悩んでいる人、そういう大変厳しい人たちのためにも政治は
手を差し伸べていかなければなりません。そしてみんなが本当に力強く住みやすい山地だとそう感じる町を作っていかなければなりません。政治は人がやるんです。優しい心の人がやるんです。お互い思いやれる人がやるんです。私はそれを政治の基本として、また4年間皆さん方にこの調整をこの私に任せていただきたいと思います。私は皆さん方の期待を必ず添えるように一生懸命頑張ります。子どもたちの教育も小さいうちから大きな世界を見てもらいたい。他の地域、千葉県でありますけれども、全町の小学校5年生の交流事業も始めました。これだけ教育旅行でお客さんが亡くなった私たちの町にも、そういう交流がありまして、千葉県からも小学生がこの冬来ていただきました。中学2年生の海外交流に対しましても、関しましても、オーストラリアへの10日間の研修であります。やはり若いうちからテレビや新聞等で見る情報と、それから自分がオーストラリアの大地を踏んで、空気を吸って、食べ物を食べて、人と触れ合って、一つ一つ体感することによって、また自分の人生の中に大きな夢が生まれるものと思います。どうぞ皆さん、今の状況、大変厳しい状況でありますけれども、こういう時こそ心を一つにして、これからの将来の街づくりをしっかりやっていかなければなりません。庁舎の建設も今町の最大の課題となっておりますが、これから皆さん方としっかり意見交換して、そして皆さん方からこういう庁舎がいい、ああいう庁舎がいい、こうしたらどうだ、そのような意見をいただいて、そしてこの町の技術知恵を結集した、本当にこれが南会津の庁舎だと、そういうような庁舎を建設してまいります。建物ばかりでなくて、人も町民の皆さんの本当に辛い気持ちのわかる職員と一緒に、これからの南会津町の建設に精一杯全身全霊で頑張ってまいります。どうぞ皆さん、大谷総吉に力強いご支援賜りますようお願い申し上げます。